アンパンマン下り坂を真っ逆さまだ。パンマンは君さ、ヘイユー、アンパンマンがショベルカーに乗ってきたぞ。よし、この大きなショベルカーでどんどん土を掘っていくぞ。よいしょよいしょ。うわー、ショベルカーすごいパワーだ。どんどん穴が掘れていくぞ。よし、たくさん掘れたぞ。今度は緑色のダンプカーがやってきたぞ。石をたくさん積んでるよ。よし、運んできた石をこの穴の中に入れていくぞ。うわー、ダンプトラックもすごく力持ちだ。よし、今度はどこに行こうかな。あれれれれ、この辺はデコボコでとっても走りにくいな。気をつけて走らないと。うわー、今度は水のある場所に来たぞ。わわわ、この辺は滑るな。うわー、あ、アンパンマン、ひー、アンパンマン、水の中に真っ逆さまだ。顔が濡れて力が出ないよ。アンパンマン、大丈夫か。ジャムおじさんが助けに来たぞ。新しい顔持ってきたぞ。って、あれー、ジャムおじさん、なんてこった。アンパンマン、ジャムおじさん、大丈夫。今度はドキンちゃん来てくれたぞ。今助けるから待ってて。って、わー、ほらほら、俺はホラーマン。ホラーマンも危ないぞ。滑るー。わー、ジャムおじさんもアンパンマンもどこに行ったのかしら。バタコさん、ワンワンワン、チーズー、大変だ。働く車たちに助けを求めるぞ。よし、任せといて。ゴミ収集車だ。横にはパトカーもいるぞ。よし、アンパンマンたちを救出だ。救急車に郵便車出動。いやっほー。わー、この辺はとっても走りにくいぞ。みんな事故を起こさないように気をつけろ。よし、任せとけ。みんな急ぐんだ。キャー、大変だ。早く助けないと。よし、僕が行くぞ。みんなもう少しの辛抱だ。それー、郵便車くん、普通に行ってもダメだ。石を渡っていかないと。それ、うわー、なんてこった。うわー、滑るー。ひー、冷たいぞー。パトカーも郵便車もゴミ収集車も消防車もみんな落ちてしまったぞ。どうすればいいんだ。おい、みんな大丈夫か。あ、ハルクが助けに来てくれたぞ。僕の大きな手でみんな助けていくよ。へえ、助かった。わん、ゴミ収集車くんも、へえ、冷たいよ。お次は郵便車にドキンちゃん、今度はホラーマン、そしてアタコさん、ジャムおじさんにアンパンマン、黄色いショベルカーも吸い上げるぞ。最後はパトカー、これでみんな助けたぞ。よし、今度はロードローラーに乗ってみるぞ。みんな、これは何をする乗り物かわかるかな。とってもかっこいいぞ。よし、よいしょよいしょ。うわー、いてててて、て落ちちゃったよ。よし、椅子に座ってハンドルがくるくる動くぞ。アンパンマン、うまく運転できるかな。よし、行くぞ。どんな問題。アンパンマン、上手に運転しているぞ。ロードローラーはこうやって地面を平らにすることができるよ。よし、どん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 お仕事していくぞ。とっても楽しいな。よし、この辺はバッチリだ。今度は違うところに行ってみるぞ。うわわわ、今度はすごい下り坂だ。アンパンマン、大丈夫か。うわぁ、ブレーキが効かないよ。ひぇー、あ、アンパンマン、ひゃー、アンパンマン、下り坂を真っ逆さまだ。いてててててて、どんどんゴミを僕に入れてくれ。今日はゴミ収集車が街のゴミをきれいにするよ。マルボール、うめぇ。ディーゼル10が街を汚してるぞ。うわぁ、事故発生だ。よっと、よし、今日もお仕事頑張るぞ。あ、前から郵便車がやってきたよ。やあ、ゴミ収集さん、今日もお仕事頑張ろう。
道路にはいろんな車が走ってるぞ。タクシーにタンクローリー、あ、マクイーンだ、イヤホー、消防車にブルドーザー、やあゴミ収集車さん、あ、シェリフとパトカーも走ってるよ。わあ、ヘリコプターまでいるぞ。わあ、まずい、もう9時だ、急げ急げ、よし、ゴミがないか探していくぞ。まずはエレベーターで上に上がるぞ。よし、開いた、いやっほー、上には何があるんだろう。よし、到着だ。あ、ここにはゴミがたくさん落ちてるぞ。よし、一つ一つ拾っていくぞ。黄色のボールに、今度は白のボール、よいしょ、お次はこの赤いゴミも片付けるぞ。よし、どん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 綺麗になってきたぞ。これで最後だ。オッケー、よし、綺麗になったぞ。今度は下を見てみよう。行ってきます。やっほー、大変だ、大きい粘土が落ちてるぞ。うわーうわーうわー、ひえー、これも危ないから捨てておこう。あ、ここにもゴミがたくさん落ちてるぞ。黄色の風船に赤の風船、オレンジ色の風船も片付けるよ。わあ、もうこれ以上ゴミが入らないぞ。よし、僕たちも手伝うぞ。あ、他のゴミ収集車も駆けつけてくれたよ。ひえー、なんて大きいゴミなんだ。みんな大丈夫か。僕も手伝うぞ。もっと大きいゴミ収集車来てくれたよ。よし、それじゃあ後ろに大きいゴミを入れていくよ。わ、どんどん入っていくぞ、すごいな。よし、バッチリだ。あれ、なんだか上からたくさんガムボールが落ちてくるぞ。誰だ誰だ、ガムボールを食べてるのはミス・フリッターでもないな。ん、違うぞ、誰だろう。ガムボールうめえ。あ、ディーゼル10だ。ほら、ディーゼル10、お菓子は座って食べないとダメだぞ。なんだなんだ、うるさいな。よいしょっと、いてててててて、てよし、逃げるぞ。待て、いやっほー、待て、許さないぞ。みんなすごく早いな。うわー、めちゃくちゃ早いじゃないか。今度は工事現場にやってきたぞ。重たいな。ショベルカー、石を集めているよ。ガガ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 、イエーイ。え、ディーゼル10、その先には道がないぞ。大丈夫かな。ゴミ収集車たちも次々に向かっていくよ。そう、まだ追ってくるのか。待てわ、なんだこの先、わー、大きなため池だ。助けて。ディーゼル天命、どこまで行ったんだ。わあ。どこまで続くんだこの道は。うわあ。みんな早いな。うわあ。事故発生だ。大丈夫か。ここは立ち入り禁止だぞ。よいしょっと。わあ、ありがとう。大きいゴミ収集車はクレーンで引き上げるぞ。よいしょっと。ディーゼル10、ゴミをポイ捨てしちゃダメじゃないか。いえ、ごめんよ。もうしないよ。よし、今度はどこに行こうかな。ここはトミカタウン、たくさんの車たちが暮らす街。いやっほー、あ、シェリフがやってきたぞ。よし、今日は誰かにいたずらするぞ。誰かいないかな。ん、シェリフ、今日はなんだかご機嫌だな。そうだね、またおかしなことでも考えてなきゃいいけどな。あの赤い車はメーターだ。よし、メーターにいたずらするぞ。メーターにゆっくり近づいて。よいしょ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 。メーター、くらえ、それ。うわー、よーし、大成功だ。なんだこれ、ドロドロだ。シェリフ、待って。
て。はっはっは、待たないよ。やっぱりいたずら楽しいな。シェリフ、いたずらしてるな。あ、今度はエレベーターがあるぞ。乗ってみよう。あ、ドアが開いたら、よいしょよいしょ、レッツゴー、ヤッホー。上には誰かいるかな。わあ、びっくりしたな。あ、あれは今度はマックイーンがいたぞ。よし、ゆっくり近づいて、それー、わあ、はっはっは、マックイーン驚いたかい。またまたいたずらしてるな。シェリフ、いきなりなんてことするんだ。はっはっは、マックイーン、じゃあな。よーし、今度はどこに行こうかな。はっはっは。お、今度はミス・フリッターを見つけた。やあ、ミス・フリッター。やあ、シェリフ、どうしたんだい。はっはっは。わわ、シェリフ、どうした、やめろ。ひぃ、危ないぞ。わあ、ミス・フリッターが水の中に落ちちゃったぞ。ひぃ、シェリフ、なんてことするんだ。いたずら大成功だ。ミス・フリッター、大丈夫か。ハルクが助けに来たぞ。この釣り竿でミス・フリッター釣り上げるんだ。よいしょ、よいしょ。よし、うまく引っかかったぞ。持ち上げろ。ひぃ、水浸しだ。まったく、最近のシェリフのいたずらはひどいもんさ。みんなもそう思うだろ。僕なんていきなりスライムを落とされたからな。一体どうすればいいんだ。ふんふん、またトミカタウンにやってきたぞ。でもおかしいな、今日は誰もいないぞ。仕方ない、一人で観覧車に乗って遊ぼう。イヤッホー、なかなか楽しいぞ。シェリフめ、いたずらするのは僕たちの仕事だぞ。あ、お化けがやってきたぞ。わあ、なんだなんだ、急に観覧車のスピードが上がったぞ。目が回る。ひえー、助けてくれー。うわあ、シェリフ、見つけたぞ。わあ、なんだ君は。ひえー、逃げろー。待て待て待て、待つんじゃ待つんじゃ。ひえー、シェリフがこっちに来たぞ。ヒッヒッヒッヒー。わー、骸骨がシェリフに命中だ。いてててててて、てお次はボルダーだ。ボルダーはお化けじゃないけど、とっても怖い顔してるぞ。ヒェー、わー、よし、今度はスライム爆弾だ。それドロドロだ。最後は特大アンパンマンボールだ。うわあ、びしゃびしゃになっちゃった。ひえ、お化けたちがシェリフを懲らしめてくれたぞ。ありがとう、お化けさんたち。いたずらやみんなを驚かせたりするのは僕たちの仕事だからな。マックイーンやみんなもいたずらばかりしてると僕たちは懲らしめに来るぞ。ひえ、僕たちはそんなことしないよ。みんなもいたずらはほどほどにするように気をつけよう。うんうん、そうしよう。Thank you.
今日はチャレンジ作動灯の下で遊ぶよ。トーマス、オーエン、ハロルド、フランキー、みんなで協力して貨物を運ぶんだ。えっほえっほえっほ、ケイトリンも出てくるぞ。作動灯でも事故は起こるさ。イエーイ。よーし、今日もお仕事頑張るぞ。このレバーをゴーにして出発だ。まずはチョコレートの箱から運ぼう。荷物によって運びやすさが変わってくるんだって。じゃあトーマス、今日もフランキーは忙しそうに働いているぞ。よーし、うまく乗せれたみたいだ。チョコレートの箱は甘くていい匂いがしそうだな。よーし、バッチリだ。今度は応援に荷物を渡すよ。よーし、僕に任せといて。オッケー、今度はハロルドに頼もう。ここをくる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 回すとハロルドも一緒に動くんだ。うまく掴むことができるかな。よし、掴んだぞ。届かないように気をつけてね。任せて。ここからスロープで下ろしていくよ。今度はリンゴの木箱を運ぶよ。リンゴの木箱はチョコレートの木箱より難しいんだって。お次は魚の入った木箱だよ。この木箱はリンゴやチョコレートよりもっと難しいんだって。あ、ケイトリンもやってきたぞ。ケイトリン、大きくてかっこいいな。わー、ケイトリン、すごく速いぞ。よーし、ケイトリンにはお魚の木箱。よいしょっと。あれで、ケイトリン、お魚の木箱を落としてるぞ。やっぱりお魚の木箱はなかなか難しいな。よーし、ハロルド、頼むよ。オーエン、わかったよ、任せといて。うわー、重たいな。よし、ケイトリン、頑張れ。今度の箱はリンゴの木箱だぞ。フランキーは上手に持ち上げるな。えっほえっほえっほ。よーし、みんな今日も頑張るぞ。ハロルドをくるくる回して運ぶときが一番難しいんだ。落とさないように慎重に運ぶぞ。よーし、うまくスロープに下ろせれたぞ。今度は魚の木箱だ。難しいぞ。よーし、ケイトリンも上手に運べるようになってきたぞ。チョコレートにリンゴにお魚、みんなはどれが一番好きかな。よいしょよいしょ。ケイトリンもトーマスもどんどん荷物を運ぶぞ。よし、ケイトリンもトーマスも一緒に動かしてみよう。うまく動かせるかな。よし、トーマスも準備ができたぞ。魚の荷物を運んで行ってみるぞ。レッツゴー。トーマスも早いぞ。うわー、事故発生だ。今度はケイトリンが荷物を運んで、わわわ、気づいたらトーマスの荷物がいっぱいになってたぞ。よーし、トーマス、オッケーだ。わわわ、前にケイトリンがいたよ。わー、やっぱり2台一緒にやるのは難しいぞ。ケイトリンもトーマスも速いからあっという間に追いついちゃうな。わー、またまたぶつかっちゃった。オーエンとハロルドとクランキーはナイスチームワークだ。よーし、どんどん荷物を持っていてくれ。任せといて。チョコレートもリンゴも魚もうまく運んでいくな。よーし、これをトーマスに頼むよ。オッケー、任せといて。よーし、急いで港に運ぶぞ。わ、危ない、トーマスがやってきた。ケイトリンにはリンゴの木箱だ。よいしょっと。イエーイ、ヤッホー。えっほえっほえっほ。ケイトリン、ゴー。イエーイ。よし、ちょっと休憩だ。トーマス、危ない、後ろからケイトリンがやってきたぞ。わー、またまた事故発生だ。よし、僕も行くぞ。3台走るともっと事故が起きるぞ。いやあ、わあ、ひえー。ケイトリンがすごいスピードで突っ込んできたぞ。機関車は急には止まれないよ。いやあ、わあ、大変
変だ、ケイトリンが積んでいた砂利が崩れちゃったぞ。なんてこった、またまたやってきたぞ。うわー、相当でもたくさん事故しちゃったよ。みんな今日も楽しかったらまた見てね。じゃあバイバーイ。